どうも、バンです。そうしましたら今日もね、砂浜の打ち上げられた、水草ですね、黒い塊があるところ、こちらを重点的にね、水草回収していきます。で、水草はですね、石組みの山側内側にね、詰め込んでいくということになりますね。空撮ではね、こんな感じなんですよね。なので、この辺りとあの辺りにね、固まってます。地上から見たらね、大したことないんですけどね、実際やってみるとまあ大変です。それでは作業していきます。
はい、どうもです。ちょっと解説いたします。気温が下がってきたせいでね、作業量の割には難なく、体力維持できましたね。なんとか4本冷気の荒い冷気でね、回収できるところまでは南の端から北の端までできました。あとは、細かい冷気ですね、10本以上ある、アメリカン冷気で、仕上げをすればいいかなといったところですね。とりあえずざっくりとはできましたね。こんな感じですね。いやー、20年近くこういうことやってきて、やっとようやく、最適なワークフローが見出しつつあるといったところですね。じゃあこの石垣の中がいっぱいになったらどうするんだとね、2、3年先もういっぱいになるんじゃないかなというようにね、思われる方もおられるかもしれないですけども、ちょっとその先のことはね、とりあえずは考えてます。一つはですね、2年ぐらいかな経つと土になるんですよ。で、土になったらなったでですね、広く、芝のところに散布すれば、芝が剥げてきてるところのね養分になるかなといったところですね。で、そうやって、サイクルを維持していけば、持続的にね、砂浜の維持がねできるかなと。で、今はやり始めなんで、こんだけ広大に、広い場所で、堆肥化してますけれども、ゆくゆくはこうローテーションを組んで、この南の端から北の端の方までですね、ちょっとずつこう入れ替えて入れ替えて、土を入れ替えて入れ替えてやっていけば、まあ持続的にそういうことができるんじゃないかなというふうに思いますね。あと、もうちょっと言うと、石段をもうちょっと上げて、まだまだ石あるんで3段にして、でこの高さと完全に高さを揃えるということであれば、まあ5年ぐらいは持つかなといったところもありますし、まあここ見たところですね、まだまだ入るんですよね。2年どころか4年ぐらいは入るかもしれないですね。で、ここ近年の水草が少なくなる傾向を考えたら、まあ10年20年ぐらいはこれで持つかもしれないですね。ここなんか全然まだ入ってないですしね。で、ゆくゆくはここまで、ここまでですね、ここまで水草にして、水草を詰め込んでいければなというふうに思いますね。特にこの辺、浜掛けが一番著しい傾斜のところだったんですけども、なんとか、砂浜のね浸食が食い止められたかなといったところですね。大体ね、仕組みが分かってきましたよ。一辺えぐれるんですよ、台風とか大波で。で、その後また供給があるんですね。で、その間持ちこたえてくれさえすれば、砂浜がね、かけずに済むんじゃないかなというふうな感じが分かってきましたんで、そんなところですね。はい。あとね、ちょっとまた新しい傾向として、今年の傾向としてですね、貝がね多いんですよ。貝、こういう二枚貝ですね、めっちゃ多いです。なんかいきなり増えました。やっぱり琵琶湖は生態系がジェットコースター状態であるというのはどうやら間違いないようですね。あ、ほんでブルーギル全くいなくなりました。もう皆無です。ゼロですね。全然いないですね。っていうようなね、生態系のジェットコースター状態がね続いている琵琶湖からお届けしました。あ、あとそれからもう一つ、長い鶴のゲート特定外来生物ですね。史上最強最悪の侵略的外来植物、これのですね株がねちょっと一箇所あったんですよ。それもちょっと今日は途中でね、回収できましたね。どこやったかな、ちょっと記録として留めておきましょう。長い鶴の系統の株があったんは、うわ、発泡スチロール、ここです。でね、根の一番底の方まではね対処がね難しかったです。ここだ、ここです。ここに一株二株ありましたね。だからここ要注意です。またもしかしたら株が残ってて生えてくるかもしれないですね。はい、本日以上です。ではでは。